広島に復帰した新井貴浩が誓ったのは原点回帰です。原点に帰ってしっかりとね、いいキャンプを送りたいなと思います。男子がいらないって言ったよ。ロッテのドラフト2位田中裕介は卒論とハードなキャンプに負けない体力を作るため